ジェフユナイテッド千葉は4日、フォワード船山隆之との契約が今シーズン限りで満了となり、退団することを発表した。今年積み上げたものを来年どれくらい活かせるかだと思うけど、レギュラーの船山さんがいなくなるなんて、ミキやミンギュが残留してくれればいいけど、成長株だし引き抜かれないか心配。その前に、ジェフユナイテッド千葉も12月3日、元日本代表 DF、安田理大が今季をもって、契約満了となり退団すると発表した。船山はクラブを通じて、チームとしても、悲願の J1 昇格を果たせぬままの退団に、詫びの言葉を添えながら、別れの挨拶をした。この度、来季の契約を結ばないこととなり契約満了となりました。まず昇格という目標を達成できず、力不足で申し訳ないです。そして、ジェフユナイテッド市原、千葉の船山隆之を好きな方も嫌いな方もいたと思いますが、応援してくれてありがとうございました。こんな形でチームを去るとは1ミリも思っていなかったので心が苦しいです。ファン、サポーターの皆さんの前で挨拶もできず、申し訳ないです。でも、こんな不愛想な船山隆之を受け入れて、応援してくれて嬉しかったです。まだまだ、船山隆之はピッチに立っていたいので、ちょっとでもいいので応援よろしくお願いします。6年間本当に本当に本当にありがとう、ございました。千葉県出身の船山は、柏レイソルの下部組織から、流通経済大を経て、2010年に、栃木 SC で、プロキャリアをスタート。その後、松本山が FC、川崎フロンターレと渡り歩き、2016年から、千葉に完全移籍した。2019年から、千葉の10番を背負い、今季はここまで、J2 リーグ戦37試合で、チーム2位の8得点をマーク。クラブ通算では226試合に出場し、54得点を記録している。年齢重ねてきて献身性出てきて、稼働率もそこまで悪くないのに、安田さんも満了だからある程度編成上で方向性をシフトしてくんのかな。ひとまずジェフではお疲れ様でした。びっくりしたファンが言う。ビデオをご覧になっていただきありがとうございます。ライクして下にコメントしてください。新しいビデオを見えるようにチャンネルを登録してね。誠にありがとうございます。